皆さんこんにちは。プラザ投資の伊藤です。今日は11月の18日、土曜日です。今日皆様にお話しするお話、これは見えない節目というお話です。それでは順を追ってご説明させていただきたいと思います。まず日経平均の週足見ていただきたいんですけども、ここ連続上昇の高値が 33,772 円です。この時の引け値が706円です。そして2番天井みたいに取りに来たこの 33,634 円の特にも引け値が 33,533 円です。今回3週連続陽線でこの634円を記録した時の引け値は抜いております。少なくともここは抜くんではないかと思っております。ここも抜けば万全の3波の5波ということになります。今回3週間で3000の上昇です。なぜこんな短期で上昇したかということは、引け値に、ポイントがあります。週足のここの時の引け値が3994円、ここの時の引け値が991円、ほとんど同じ毛抜きなんですね。毛抜き、船長と言いますけども、3000円も上がるという結果になりました。これが上昇の本質であります。次に見えない節目、今日の主題ですけど、これは見えない節目、いつの話だかというと、89年の大天井、38,957円を記録した1月、2月、3月とここ急落するわけですけれども、急落はこの2月から起きているんです。なぜ急落したかというと、これはオカルト的に言うと、2月の上旬に37,666円で引けた日があるんですけど、その時から急落が始まってしまったと。で、特に注目しているのはこの2月末の引け値が 34,591 円、に対して3月初めの、初日の引け値が 33,829 円とものすごい下げているんです。これは先ほど申し上げた 37,666 円からの18日目に当たります。急落の日柄だったということになります。ここの値段のところが常に今後ですね、上値の節になるということになります。実際日経平均ずっと頭を押さえている値段を考えますと、この手前で抑えられているという形になっております。それでは上昇の本質についてです。先週も私はこの YouTube で申し上げましたけども、外国人が3兆円近く売っているので2兆円踏むんじゃないかというお話をしました。実際1兆円は踏んでるわけです。先週もおそらく同じぐらい買ってますから、2兆円踏んでるんじゃないかと思います。この回の上昇は日本の政策が良くて上がってるわけではありません。外国人の踏み上げが一巡すれば上昇は終わると私は考えております。ではいつまでかという話です。32日から33日という日柄に注目しております。この高値からこの高値は32日、この高値から高値は33日、この安値からここは33日です。今回この安値から勘定して現在31日経過しているんです。月曜日が32日目、火曜日が33日目ですから、ここは高ければ日柄的に高値を形成しやすい日ではないかと考えております。なお次の詳しい見通しについてはまた YouTube で皆様に明らかにさせていただきたいと思います。皆様、今日もご視聴ありがとうございました。